どうもおはようございます、オーケストラの指揮してます平林亮と言います。ですね、普段クラシック音楽のこととか音楽教育とか中心なんですけど、ちょっと健康に関してね、僕もともと夜型だったんですけど、それでね、高校入ったぐらいからなんかあんま眠れなくて、睡眠時間すごい短くてね、で結構やばかったんですけど、それで結局ね、なんか数学の単位落としそうになるし、1年生か2年生になるとき、いやもうそれで多分2年生3年生とかもう遅刻していくのが、あ、なんかね、ほぼほぼ当たり前みたいな感じで、最後卒業の時もなんか古文、洗濯古文がなんかもう落としそうになってるし、出席に数足りなくて、結構やばかったんですけど、それでね、物を考えて、こういうノートね、ノートにわーってこう思いついたこととか考えたことをノート何ページ分も書くっていう習慣を、それこそね、ちょっと前は、ちょっと前までとか数年前まで結構やってましたね。朝の時間ずーっと使って、長い時はほんと3時間超えてアイデアをいろいろ書いてまして、だからまあ夜ってね、そういう作業したり、本読んだりもできるし、夜もそういうことができるし、深夜ってね、一番頭が冴えるんですよ。もうちょっとまあ抽象的に言えば、まあインスピレーションが冴えるんですね、深夜って。まあ2時、3時、4時とかね。うん。だからまあ物書きとかね、作家とかね、夜型の人多いでしょ。松岡聖子さんとかもそうみたいだけど、まあ夜型は夜型で、その仕事がね、深夜にはかどるから、それでもいいかなとか思ったりするんですけども、いろいろまあ不便なこともね、当然ありまして、例えば、海外に出るときに、海外割と出るんですけど、出るときに、すごい朝早かったりしてね、なんか辛いとか、普段起きるのがちょっと遅めだと。でたまにオーケストラも朝の練習入ってくると、ちょっと辛いみたいな、まあいろいろあるんですよね。でね、ただ、早起きしようとか、しても、まあ根本的にはあんまうまくいかなかったんですよね。まあその一過性のっていうか、短期的に何日が早起きだからまあみたいなことできたとしても、でね、まあ早起きは三文の徳と言いますけれども、まあ朝方の方がでもいいですよね。まあある起業家に言わせると、もう早起きできないやつにね、その経営者の資格はないとも言ってたし、まあまあ普通に考えたらね、早起きの方がいいですよね。まあ夜型、小説家でとか言って、個人のね、その自由も時間的にも聞いて、まあその仕事やね、業界、業種によってそういうことは仕方ない部分もあるけれども、基本的には朝方の方がまあいいですね、普通に考えたらね。で、最近、それがね、昔から何年も変わらなかったものが最近変わったんですよね、ようやくね。最近朝方ですね。でまあ私みたいに、そのいざ早起きってなると辛いとか、まあ、夜型の人いらっしゃるかもしれないんでね、まあ何して変わったかっていう話なんですけど、でもね、そんな複雑なことじゃないですね。まず朝起きたらカーテンをね、その今までカーテンってのはそのレースのカーテンもあって、外が見えないようにみたいなね、レースも含めてとにかく全部開けるんですよね。まあヨーロッパいたんでね、カーテンそんなに気にしなくなったっていうのはあるかもしれないですけど、でね、電気も全開にして、スタンドライトも全開にして、とにかく朝をね、まあ光量を上げる、明るさ的にね。
まああと、まあそんな重要じゃないかもしれないけど、まあコーヒーをとりあえず、午前中に、まあコーヒー好きなんでね、午前中いっぱい飲んで、願わくば午後2時から飲まない方がいいそうですね。最近まだ飲んじゃってるけど、うん。で、朝例えば、ちょっと散歩に出るとかね、午前中のまだ早い時間、散歩に出るとか、あと、こまめな運動ね、そのまとまった運動っていうのは私しないんですけど、まあジム行ったりとかもしないし、まあデブ症なんでね。で、なんだけども、こまめな運動をね、うん、入れてますね。うん。合間合間に、仕事や勉強の合間合間に入れてますね。うん。で、まあ、午前中に、その一日の仕事や勉強の集中というかピークを、まあ、持ってくる。で、まあ、カフェインね、午後2時以降取らないとか、まあ、光を午前中あげるとか、散歩や運動して、それで、もうね、夕方っていうか夜になってくると、その、ある程度ね、もうなんていうのかな、眠りに対して、ちょっと準備していく意識を持つだけ、かすかに。それどういうことかっていうと、興奮状態だとね、なんていうの、まあ、昼の神経っていうのかな、交感神経が活発になってて、それでまあ、眠れないんですって。だから睡眠に合わせてちょっと自分の鎮静化っていうかね、落ち着かせていくことが大事なんですって。で、副交感神経をの方を優位に立たせるのかな、落ち着いてくるとね。そうすると寝れるってことで、だからギリギリまでお酒飲むとかはしゃぐとか、ね、パソコンでゲームするとか映画見て興奮するとかいうことじゃなくて、全部前倒し前倒しで早めで、ちょっとなんていうかな、ぼーっとするとか何もしないとか、自分をその、興奮させないというかね、落ち着かせる方向性で持っていくと、体は落ち着いてるんだよね、副交感神経優位で。だからまあ、寝やすいとかいうことがあるみたいね。うん。あとは単純にまあ、日中、まあ朝をピークに、日中それだけ頭も体もまあ使うってことですね。これ当たり前の話だけど。うん。まあでも、だいたい今言ったようなことで、完全に変わりますね。朝方にね。うん。だから、習慣がね、なかなか変えられないっていう人にとっては、もうなんか何やっても変わんないみたいなね、いうふうに思えるんですけど、まあ、今言ったことを具体的にやると、僕はだから何年も変わらなかったものが変わったから、結構変わるんじゃないみたいな。うん。もちろん、例えばなんか軽い鬱を併発してるとかね、いろんな他の、いろんな条件がかかってる場合、そんな簡単に変わらないかもしれないけど、単にその、睡眠ね、睡眠のリズムとか、自分の中の、まあ、自律神経整えるとかいうことだったら、まあ、今の方法は有効ですよね。うん。多分夜型の人って運動不足とか、寝る直前までね、かなり活発に動いてるとか、コーヒーもね、気にしないで夜中も飲んでるとか、まあ僕も飲んでたけどね、うん。最近でもまあちょっと飲んじゃってるけど、人と会う時があるじゃないですか。人と夜会う時とかっていうのは、食事も遅く取ったりね、まあ、お酒は基本的に飲まないですけど、まあ、ちょっと飲んだりとか、人と会う時っていうのは夜でも喫茶店入って打ち合わせとか話ってってコーヒー飲んだりとかあるからね。うん、それはあれなんだけど、それ以外でね、調整がまあできますよね。うん、まあ実際変わったよっていう話でね、まあなんか参考になればいいかなと思いました。はい、ということでね、普段クラシック音楽のトピック、音楽教育のトピックなどね中心です。よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。